じゃん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 。アスナフ。ダメだ。よし。そうだ、農博に行こう。ノーハク行けなかった。うちもそんな時は、そんな時はてってれれって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 グーグルマップ。47都道府県行ったことあります、内田です。今朝オレンジジュースと思って飲んだらみかんジュースだった、ノアノの阿部です。ノアノです、よろしくお願いいたします。おそのはくよしということで、今日から妄想のはくやっていこうかなと思ってます、はい、で妄想のはくって何ですかって、はい、そう、それがよくわからないなと思いますけど、うん、今ちょっとなかなか外に出れない状況だと思うので、うん、妄想で妄想のはく地域にまずは行ってみようかなと、はい、今回その妄想のはくとして、まあ、計画に当たるんですかね。そうですね、今回計画して次回で実際にそのプラン通りにやってみようと、実際に妄想でノワクしてみようっていうのが、まあ、流れなんですけど、で、どうやってやるのかっていうと、Google マップを、 Google マップ、でも Google マップってやっぱ地図なんで、はい、この眺めるだけで結構楽しいんですよ。そんな使い方があるんですね。そうなんですよ、休日は一日中眺めてる。一日中そんな Google マップを使って今日は妄想の枠やってみようかなと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。阿部さん、どこか、 なんか探してみたい地域とか Google マップで、Google マップで、ああ、そうですね、僕この学生時代に友達から聞いた、まあ、エピソードとして、はいはい、当時新潟に住んでた友達が東京に遊びに来てて、ああ、新潟の方なんですね。で、遊んだ帰りに、じゃあ、夜行バスで帰ったんですけど、ああ、安いですからね、学生貧乏だから。そう。で、東京から、当時、長岡行きの、高速バス、夜行だったのかに乗って、帰ったらしいんですけど、なんか途中でお腹が痛くなったらしくて、目的地のバス停のかなり手前のコンビニかなんかで降ろしてもらったらしくて、で、はいはいはい、彼はそこで用を足したそうなんですけど、それがどうやら最終のバスだったらしくて、彼はその長岡からだいぶ手前のコンビニで取り残されてしまった。で、結局歩いて帰ったんですけど、はいはい、歩いて行った、歩いて帰ったんですよ。日が明けたってちゃんとつけたんですよ、長岡ちゃんとつけて、そうですよ、うん、どこまで歩いてたんですよ。そのなんかエピソードがあるんで、ちょっと新潟 そのコンビニって果たしてどの辺なんだろうって思ったりしたなんか、そういえば僕も大学の時に新潟の十日町ってところに、はい、ボランティア行ったんですよね、はい、なんか中学生とか小学生とかに勉強を教えるボランティアとか、あと冬にはめっちゃ雪降るんで、はい、そうそうそう、雪かきするボランティアみたいな、なんかおじいちゃんちとか行って、そうそうそう、なかなか自分じゃできないとか、はいはいはい、っていうのが、なんかそこで確か農泊やっていたような気がするんですよね、うん、じゃあちょっとそこを行ってみます。そうです、ちなみに十日町と長岡ってどういう近いけど、十日町がこの辺で、長岡もと上の方、北の方か、北の方、じゃあじゃあじゃあ、もしかしたら十日町で降りたのかもしれない。ここからここまで行ってたのかもしれない。だって用を明かしてるわけだから。十日町、まあ、よくね、行った時は、なんかここって結構その芸術祭みたいなやつやってて、越後妻りとゲンナーレっていう、なんかその何年か一度に芸術祭やって、結構その、いろんな地域に芸術作品があるんで、そこをこうなんか回ってスタンプをしてくれたり、よくボランティア行ってたのこの松台っていうところなんですけど、そこまでは電車ですか？ここまで電車、あ、バスです、バスですか？バスで、そう、こういう、まあ、駅、これ駅なんですけど、駅の近くになんか美術館みたいなところがあって、こういう、うん、なんか最近台風で流されたそうだね、かぼちゃみたいなかぼちゃみたいな気がしますけど、作者一緒のやつなんですけど、あ、そうなんですね
でもこことかなんかあの棚田バックに棚田があってでなんかそうこれあのちょっとよく見えにくいんですけど人なんですよね人、はい、あの人の形をしたなんかこうピクトグラムピクトグラム的なやつがやつそう浮かんでて、まあ、これでなんかあの、まあ、よく見えないけどあの農作業してる人たちの様子を表してるみたいな。あ、なるほど、手前にぶら下がってるよ。そうそうそう、こっちになんかこの枠に棒でぶら下がってる。なんかその農泊やってるところはここらしいんですよね、うん、この三星ハウスとか三星ハウスらしいんですけど、なんか昔の学校をなんか改築してやってるようなところらしくって、まあ、ちょっと私も行ったことないんだけど、学校に泊まれるみたいな。パイプを止まるって なかなかできないですよね。今はそんな長いロータもないですからね。ね、すごいワクワクしますよね、学校に泊まるって。ちょっと怖い感じもしたくないですか。これよく入ったんですけど、なんかこの名前雲海って書いてあるんですけど、やっぱ朝方入ると雲海が見えるらしい。まだ見たことないんですけど、これ一番有名なとこです。星峠の棚田。ああ、こんな感じ。本当だっていうのも綺麗だね、綺麗だなと思って、うん、やっぱこういうところ行ってみてね、あの、まあ、写真撮ったりとか、まあ、本当行って元気を感じるだけでもすごいなんか癒されると思う。あとこんな美人林っていうのもあったりするんですよね。美人これあの、まあ、ブナの林なんですけど、あの、まあ、森林浴とか結構いるじゃないですか、はい、ここでリラックスできちゃう。いいですね、ハイキングしながらマイナスイオンを感じれるっていう感じ。マイナスイオンは僕はちょっと快適的なマイナスイオン、マイナスイオンは快適ですよ。あ、でもあのね、あの、うん、なんかこう澄んだ感じがするんで。そうだね、まあまあ、こんなところにね泊まって、まあ、あの今行ったところなんかやっぱこの地域内にいろいろ点々としてるんで、はいはいはい、あのさっき言った河口なんかに泊まってそこ拠点にしてあちこちの棚田見て回ったりとか、うん、あのこういう林でちょっとハイキングしてみたりとか、ね、はい、冬に行ったらもうとんでもない量の積雪が見れたり、それはそれでなんか見応えがあるっていうか。昔電車でトンネルを抜けて十日町ってなった時に、ああ急に雪が5メーターぐらいだもんね。えげつないですよね。その子いろんな季節で行ってみると顔も違いますからね。それは面白い。まあ、という、まあ、十日町市でした。ちょっと噂なんですけど、噂であの我々ハッシュタグ農泊をトレンド入りさせようっていう目標をぶち上げたじゃないですか。噂だと、はい、あの4文字以上の方がトレンド入りしやすいらしいんですよ。じゃあチャンネル登録と、はい、いいねと、いいねと、あとはハッシュタグ農泊で、ひらがな農泊、ひらがな農泊です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。落ちるでしょこんなの、うん、やばいとこだと40度ぐらいになる。